こんにちは、竹千代です。この動画は低クオリティ低画質でお送りいたします。はい、今日はですね9月の27日の火曜日、午前7時8分を回りました。さあ行きますよ。後方確認、前方確認、左右全部よーし。今日ね残念ながら平日でございますから、いつもの吉本さんお仕事で今日は来れません。残念です。黙れ、こわっぱ。あー、やっちまったみたいな、そういう感覚で、うわー、べっこりいっちゃってますね。あー、やばい、腹いて。トイレがないんですがね。神山くん、ここだ、ピターみたいな。これいいでしょ、めちゃくちゃ。まあ、そんなこと言ってる場合じゃないよ。ちょっとね、あのトイレ行って。こんなね渋滞楽しんでるやつったら私しか多分ないと思いますよ。面白いな。多分さあ、これから宮ヶ瀬ドライブの始まりでございます。めっちゃ綺麗なんですよ。何が綺麗ってね、この空気がとっても綺麗で、そしてこの湾のように車が全然いないということで、皆さんにも楽しんでもらえたらいいなと思い、宮ヶ瀬湖にやってきたわけでございますよ。おー、いいですね。このガタガタ道、半端じゃありません。そしてこの木々がね、とっても癒されるんですよ。本当にね、気持ちいい空気がこの外からわーって流れ込んできまして、私の鼻の中を通り、心臓、肺を本当に潤わせてくれる素晴らしい空気、いいなー。いやー、そしてこれがドライブでございます。おそらく他の綺麗に撮っている YouTuber さんでしたら BGM をつけてダランタランタンタンって言うんですけども、まあそれはもとに虹の大橋というところを渡っております。虹の大橋も結構有名なところでございまして、宮ヶ瀬湖が一望できる素晴らしいところでございます。しかし車は止めることができませんから、この散策したり歩いたりするととってもいいのかなと思いますよ。さあ、ちょっとちらっとダムの方見えたんですけど、いや綺麗でしたね。圧巻でございます。さあ、そして宮ヶ瀬湖にはいくつかアミューズメントパークも存在しておりまして、どっか立ち寄ろうかな。でもな、私のなんかドライブ動画っていうのは、まあ、寄り道もしたいんですけども、基本的にはブーンつってね、こう歌を歌いながら楽しんでいくのが私の動画でございますし、まあでも立ち寄ろうかな。はい、宮ヶ瀬湖畔地までたどり着きましたよ。さあ、こっからですね、いい歌がなんかふつふつときましたね。なんかワンズっていう歌もありましたね。時の扉叩いて、ここから今飛び出そう、風に吹かれ気ままに、なんとかなんとか探そう。さあ、そして宮ヶ瀬湖畔なんとか園地って書いてありますけど、あ、本日無料って書いてある。くっそー、なんかね有料かなと思って普通に過ぎ去ってしまいましたけども、あー、なるほどね。まあ、現在の時刻9時25分となっていますけども、まあいっか、あのね、このままちょっとぐるっと宮ヶ瀬湖を外周していきましょう。いやー、いいっすね。おー、これは気持ちいいぞ。これ皆さん、あの今宮ヶ瀬湖を外周しているような感じでございまして、おお、自転車も気持ちよく走っており、対向車線も車が 1,2,3 台走っていますね。よう、ガタ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 しており、あまりスピードを出しすぎるんじゃねえぞバカ野郎みたいな、そういう風に言われております。さあ、山の道をすり抜けて左カーブの方に向かっていく今日この頃なんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいな。電柱がね、寂しく3本立っていますけども、この電柱があるからこそ我々は生活が豊かに過ごせるということですね。さあ、そしてここ右手の方、矢櫃峠というふうに書いてありますけども、そうなんですよ、神奈川県で有名な矢櫃峠に抜けることもできる素晴らしい道路となっております。行ってみたいな。さあ、それからそろそろ交差点が見えてまいりまして、まあ道なりにずっとまっすぐ行きますと、すっごい綺麗だなこれ、正面
いやもう左右は宮ヶ瀬湖で、あれでも若干干上がってる感じがしないでもないな。右手がねちょっと崖が見えちゃってるんですよ。そしてここを左に曲がってみたいと思いますと、山彦大橋渡ってきたよみたいな感じですね。さあそしてこのまま国道412号線を目指していくわけなんですけども、ちなみに412号線は確か道志道と呼ばれている道路だったのかな。さあ宮ヶ瀬トンネルを入っていきましたということで、ちょっとフォグランプもつけるとちょっと黄色じみた感じもして気持ちいいですね。さあゆっくりこのねトンネルに入った瞬間のあのこの目の加減があまりね、こう暗いところから明るいところ、明るいところから暗いところに入る瞬間ってすごいこう目がくらんだりとかするじゃないですか。今ねまさに今そんな感じがしております。まあそれでもなんとか抜け出しまして、左手にずっと宮ヶ瀬湖が見えてるっていう感じでございます。いやこれね周回ドライブは最高でございますよ。めっちゃ気持ちいいわこれ。普段の仕事とか狭い狭い都会に住んでる私の身としてはめっちゃ癒されるポイントだななんて勝手ながら思ってしまいます。さあ私のトークがですね宮ヶ瀬湖一周続くのかどうかも見ものでございますから、最後までお楽しみください。さあもう一つなんだろう、これは梅の木トンネルっていうのがありまして、そんなに長くはないトンネルでございますね。それをゆったりのんびり走っている今日この頃、そしてまたこの歌、鹿注意動物注意、ゆったりのんびりなんとか旅行けば三日月宮ヶ瀬ダムだよということで、宮ヶ瀬ダムは左手に あるんですけど、どうやって入るんだろうねこれね。多分相川公園っていうのが近くにあるんで、そこの駐車場に止めて歩いて観光するとか、そういうようなイメージなのかな。でもやばいな、何がやばいって、相川公園とはまた別の方向に向かっている今日この頃なんですけど、でもねさっき宮ヶ瀬ダムは左手だよって書いてあったところ、なんか通行止めっぽい感じで看板というかね、建物が立っていたので、あ置物か、行くことできなかったんですよ。どうやって行くんだろうななんてちょっと悩んじゃう今日この頃なんですけど、まあ多分ちょっと行けそうにありませんので、軽く相川公園の紹介をしたいと思います。まあ、こんなトンネルの中でするなよって話なんですけど、実は相川公園っていうのはとっても有名で大きな公園となっておりまして、小さなお子さんがいる家族連れには非常に支持のある公園だと勝手ながら思っているんですよ。というのもいろんな遊び場があったりとかして、で私も本来だったら行きたいなっていう場所が1箇所だけあったんですね。それがなんとなんちゃらドームっていうね、あの新潟県のあの道の駅であったような、あのポンポンポンってジャンプできるね、なんかすごいトランポリン的なものがあって、でもあれ年齢制限があって6歳から12歳までかな。まあそういった遊び場もあったり、あとお父さんお母さんも楽しめる宮ヶ瀬ダムツアーとかね、そういうのもあったりとかするんですよ。でシャトルバス的な園内にそういうものがありまして、でそこでなんかダムの目の前まで行って観光できたり、はてまたエレベーターを使って宮ヶ瀬ダムの上まで行って景色を楽しむということができる素晴らしい相川公園でございますよ。さあ現在の時刻9時30分を回りました。さあ視聴者様はあと1時間半ぐらいでこの辺りに来てくれるっぽいんですけど、さあ目の前ご覧ください、うっすらとですけども遠くに竹千代一律化が見えてまいりました。この辺りは宮ヶ瀬湖ドライブコース、とっても楽しいですよという目印でございますよ。さあ風がね車内にすっごい来ておりますので、いろんな音声が混在しておりますが、これも臨場感があってとってもいいんじゃないかななんて思ったりとかいたしますね。さあ対向車の車線もすごいビュンビュン車が通っており、おー正面結構開けてすっごい景色綺麗ですよ。右手の方なんですけどもね、まあ、左手はちょっと崖っぷちになっておりまして、さらに苔とかもたくさん生えておりますので、ああもう草木がとっても強く生きているんだなっていう感覚がするから、
いや私たちもね見習わなきゃいけないですよね、こういう泥臭い感じ。これ素晴らしいですよ。皆さんね、綺麗に見せようとするのはねいかんですわみたいなどんだけ泥臭くいっていけるかっていうのがまた人生を楽しむコツではないかななんて勝手に宮ヶ瀬湖の前で思ってしまう今日この頃でございます。さあそのまんまずっと外周をしておりますが、いやー気持ちいいな本当。あーなんか書いてある、宮ヶ瀬ダム下流観光なんちゃらって書いてありますけど、あーおそらく、あー今のところ斜め左に行けば相川公園っていうところ行けたな。さあそしてそんなことを思って、本当だったらじゃあ U ターンして行きましょうなんていうところなんですけど、なぜか私は行かない今日この頃。まあそのまんまずっと道なり相模湖津久井方面を目指していくような感じでございますが、おーいいぞ気持ちいいぞ。ああそしてね、こっからちょっとした途半車線が始まりまして、2車線道路のヒルクライムの始まりということになります。さあここはね、私ちょっと箱根の箱根峠のヒルクライムを思い出してしまう今日この頃なんですよね。ガーッと吹っ飛んでうわーっと曲がってジェットコースターのように楽しんでいくっていうのがなかなか面白い今日この頃でございますよ。さあ相模原市に入ってきました。今まで何市にいたんでしょうかね、ちょっとわからないですけども、さあぐるっと自転車を入れていく。いやー楽しいなー。そしてねちょっと路面が濡れてたから滑らないか不安ではございましたが、さすがグッドイヤーのタイヤは素晴らしいスポーツタイヤでございますね。あ相川公園左って書いてあるね。あなんか荻野パンって書いてありますよ。荻野パンってめちゃくちゃ有名なところじゃありませんか。さあ宮ヶ瀬ダム入り口を左の方に曲がっていきます。で今この道走ってるところが実はまた宮ヶ瀬湖のなんか中心地ではないんですけども、またね綺麗なところに戻れるショートカット、そしてドライブコースとなっておりますよ。さあゆっくり行きましょうね。本当だったらここ溝走りなんて言って走っていきたい今日この頃なんですけども、さあそしてこの看板を左に曲がりますとおそらく相川公園宮ヶ瀬ダムって書いてあるんです。ちょっと行ってみましょうか。ちょっと左に曲がりまして寄り道みたいな、おおなんか一瞬富士山かと思ったら違ったわ、全然富士山じゃないですよね。さあちょっと舗装の悪い道に差し掛かってまいりましたけども、果たして無事に相川公園という大きな公園にたどり着くことができるのか。まあ看板が書いてあるからそれはそうなんですけどね、まあ、これでたどり着かなかったら大爆笑そのものでございますよ。さあぐるっと行きますと、なんかね服部牧場って書いてあるんですよ。なんか牧場があるのかな。まあ、この辺牛とかいても全然なんか違和感ないですよね。さあ山肌がどんどん近づいてまいりまして、まだまっすぐで良さそうですね。左に行きますと国道412号線となっており、県立相川公園宮ヶ瀬ダムはさらに道なりに行けようと、そういう感じなんでしょうかね。本当にそうなのか。あ相川公園、いやよくわからん。ぐるっととりあえずねまっすぐ行きますわ。行けるところまで行こうかと君はつぶやくなんて言いながら、ちょっとねダウンヒルを渡っているっていうか走っている今日この頃なんでございますが、相川公園ようこそ300メートル先って書いてありますよ。ということはもう間もなくたどり着くのかな。さあおっとここで駐車場がありましたね。本日無料です、ラッキー。じゃあちょっとそのまま公園に向かっていきましょう。あ本当だったら、うおー本当だったら普通軽自動車500円課金しなきゃいけないんですね。そして午後6時に閉鎖と書いてあります。この辺が相川公園の駐車場となっているそうですよ。ちょっとぐるっと外周していこうかな。これ止め放題だな、やっぱり誰もいないから最高ですね。なんだこの678っていうのは。おーいいな、これあえて誰もいないのに一番端っこに止めてみようかな。おーこれ、あなんか橋もあったりとかしますので、
ちょっと行ってみますか。ちょっと寄り道してみようかな。じゃあこの辺で止めちゃおう。はい、ということで今車を降りましてですね、こちらのなんか鉄橋あるじゃないですか、ちょっと行ってみますか。まあ、このようにあのシビックさんもね、ちょっと一休憩でございますという感じで、シビックさんちょっとお休みくださいね。たくさん遊べる場所があって、でさっき私が行ったのがこのふわふわドーム子ども広場っていうところなんです。ここでねポンポン楽しみながらできるんですけど、年齢制限があるんですね。そしてロードトレイン愛ちゃん号っていうのがあって、これでなんか周回できるそうなんですよ。後方確認、前方確認、左右上下、よーし最高。ヒルクライム、まずはヒルクライム。おお、エアクリの音いいっすね。うわ、プシューって言ってる、いいな。さあ竹千代一里塚が目の前に見えてきました。ここは宮ヶ瀬湖にいますよという目印でございますね。いやー、なかなかね車1台1台全然いませんから、めちゃくちゃ楽しいドライブができてるんじゃないかなと、そういうふうに思っておりましたよ。さあ果たしてね、視聴者様いらっしゃるのかな。まあ多分大体私たちは結構早く行きますので、視聴者様が後から来るっていうのが結構多いんですよね。さあ間もなくこの待ち合わせ場所がここなんですよ。ふれあいの館っていうところなんですけども、まあ果たしていらっしゃるのか。いやー、いないと思うんですけどね。10時半なんですけど今の時刻が。さあここ左に曲がってぐるっと鋭角で U ターンするような感じで入っていくみたいな。でここがですね、駐車場が無料なところでございまして、さあ、あーいないですね。もちろんいないですよね。もういたらいたでね結構爆笑なんですけど、まああえて一番端っこですね。ちょこちょこそれでも人がいらっしゃるので、まあ、できればいないところの奥、そしてできれば木陰があったら嬉しいななんて思うけど。はい、ということでですね、多分視聴者様はこっちからこうやってブーンって車で来まして、多分ね私の横にねこうやってつけると思うんですよ。なのでここにつける手でわーってこう、このねこのしゃもじですねこれをわーってやるためにはどうしたらいいか、一番可能性的にいいのが この辺の木陰に隠れて、こんな感じでこうやって隠れてばいいのかな。多分ねこれねすぐバレますね。ここに立てかけといて私だけちょっと隠れてましょうかね。こうなったらどういうリアクションを起こすか面白そうですよね。ちょっとやってみたいと思います。来ました来ました来ました、これですこれです。でこの車がそうなんですよ。あー多分2台できたかな、多分そうなんですよね。ちょっとねこのような感じで、これね皆さんね多分ねもうネタバレ感半端じゃないんですけどね、あそこにこうやってアルテッツァがいるじゃないですか。あのアルテッツァが、そうなんですよね。さあこうやってね、こうやって見てる、もうバレバレなんですけど、この動画は低クオリティ低画質でお送りします。あやべ、アップで全然映してなかったわ。ここか。あここ。あどうも。うっそ、気づきましたよね。なんかあいたって声が聞こえたんですけど、それ車がいたってこと？いや違う、竹千代さんがいたってこと。あこれやっぱすぐ分かりました、はい、アルテッツァじゃないですか。そうですね、アルテッツァです。2回目ですよねこれ。初めてじゃないですか。そうですか、はい、買い替えたって聞いたんですけど。2台目ですね。じゃあお借りはちらになりますので、はいはい、じゃあお疲れ様でした。失礼します。全然びっくりしなかったということで。あもう当たり前だな。当たり前ですね。そう当たり前、はい、ということで、まあこのあいにくシリーズは史上最多出演の流れさん夫婦でございます。よろしくお願いします。はい、今日あいにくでね車紹介とかするじゃないですか。でもなんでアルテッツァなの、青熊さんなのって思うんですけど、実はどっかに隠れてるということで感じですね。はい、はい、じゃあ記念となっちゃうなんですけど、これ、はい、3個目、3個目だ、はい、3個目、そう未来未来未来ですね。はい、ありがとうございます。みささんでございます。はい、どうも。はい、じゃあお帰りはあちらになりますので、はい、はい、お気をつけてお帰りください。
本気走りした。これ絶対疲れるパターンですよ。